ジャグジーみたいなのを使って、ほらまだ捻挫だと思ってるから、こうね、こうボコボコっていうので、ちょっとまあマッサージ効果というかね、こう温浴効果でこう痛いの治んないかなって思いながらちょっと入ってて、でまあいざサウナですよ。ね、それ目的そこなんだから。はい、で入ってものの数分で。暑いとかじゃなくて痛いと思って痛い。まあ先生ちょっと気づき始めたんですよ、そのぐらいからも。いや実は まだでもね、まだそれ可能性は考えてないんですよ。捻挫だと思ってる、捻挫だと思ってるから。あ、そっか、捻挫って湿布で冷やしたりするもんなと思って、温めたらね、温めたからダメなんだと思ってたんですよ。捻挫したのが変わったとしたら、もう今ここにいるわけですから。おかしいぞと。なんだと。これひょっとしたら靭帯とかね。あ、はいはいはい。下手したらこう、なんだろう、骨折とかね、骨系にね、行ったかと、ひびとか、うん、そっち系かなと。で、ちょっと駅のトイレに個室に入ってですね、はい、靴を脱ぎ、はい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 、見てみると腫れてんなと。あ、これあるなと、うん、骨あるなと、やっちゃったからなと、これ日々かなと。で JR に乗ってお昼に帰ってくるわけですけど、うんうん、JR の方がねずっと痛いんですよ。ああ、帰りの汽車、はい、バク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 して心臓打って、あれこれ痛いと思って、その頃ですね、ちょっとその脳裏に変なものが呼び出しね、ちょっと待てよと、この痛み俺知ってるなとあれ知らない人じゃないなと、あれでもな、ね、我らがね、痛風さんってあれ紳士だから、そうだね、うん、まずね、ノック絶対してくれるんですよ。 そうですね、その日の夜とかにこう、ね、コンコンと、失礼しますと、今夜私暴れますよって言ってくれるんですよ、必ず。紳士だから。でも今回ないから、はい、いつもはあれどっかでひねったかなっていう痛みはあるんですけど、うん、そうですよね、今回リアルにひねってるから。でもこの痛みはやつが来てると、うん、もうここまで来てると、俺の目の前なんならお茶飲んでるよと。もうね、調べますよね、はい、捻挫痛風発作要因とかね、痛風発作外的刺激とかね、はいはいはい、調べるじゃないですか。そしたらヒットするの、ありえますと。あ、うん、そういったことで、それこそ筋トレとかね、はい、そういったことでも痛風発作になることがありますと。でさらに悪いことにですね、サウナね、サウナの神なんですけど、サウナに入ると当然ながら汗をかきますよね。体内の血中濃度が上がると、はい、するとすなわち、尿酸酸もね痛風さんのね、おなじみのね、おなじみの尿酸酸が、はい、やっぱりこうね濃くなるわけですよね、はい、すなわち、はい、まあそのね、一時的にでもやっぱ水分補給をちゃんと してたつもりではあったんですけど、はい、こうなんていうんですか、尿酸値、うんうんうん、みたいな状態に、まあ、一時的であるかもしれないのになってはいたと。それ見てですね、あちゃーと、あちゃーと、痛風の発作が始まってしまったら、うん、変な話、こう痛み止めね、よくあるそのロキソニンとか、はい、そんなもん飲んでも、うん、手の突っ張りにもならんと、うん、
頼れるのは覚えてますかね、コルヒチン痛風っていう絶対的暴力に唯一対抗できる神の力ですから、それがコルヒチンですから。どっちにしても最悪の結末というか、これが仮にね効かなければ骨折あるかと、そうね、ひびもしくはひびあるかとっていうのは、それはそれで悪い結末じゃないですか。よろしくないです ね。仮にそれで痛みが緩和されたとすると痛風確定なわけですよ。そうですね、痛風確定なわけですよ。朝飲みました、はいはいはい、でまあちょっと時間が経つと効いてくるわけですよ。あ、効いてきたんだ。楽になってると。楽になってると。で昼頃にもまたもう一度なんですよ、はい、なんとですよ、夕方にはそんなに痛くないんですよね。そんなに痛くないんですよね。痛風の毛がある人は普段の食生活とかね、はい、飲酒とか、はい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 、運動不足とか、はい、それ以外にも、はい、捻挫もしちゃいけないわけですよね。歩いてひねっても痛風歩かなくても痛風じゃあ歩かんだろうと。 JR の中でね、苦しみながら一つの理論に至ったわけですよね。尿酸サイリウム理論。尿酸サイリウム理論ですね。はいはいはい。サイリウムってわかりますか？説明してやってください。なんていうんですかね。僕も詳しくないですけど、はい、ほらこれライブとかね、はい、行ったりしたらこうなんか振るやつあるんじゃないですか。はい、ポキッと折ったらなんか蓄光剤みたいなのがなんか発光するやつね。はい、あ、これパキーはね、その外的刺激ですよ。まあ、例えば今回の捻挫、ね、捻挫とかね、骨折とかなんか打ったとかね。はい、そういうパキで、そのね、中に入ってるサイリウムは尿酸ですよ、ね、尿酸がいっぱい集まってるところに外的要因がパキッと加わります。そしたらどうなりますか？発光しますよね、光が出ますね。それが、痛風の痛みです。最初の日から、はい、今日4日目かな、4日経ったんですね。4日目ですね。目なんですね。3日経ちました、はい、まだなおね衰え知らずと。尿酸ばっかりじゃないんですよね。そういうことだ。もう水飲もうと思って決めたと思って、朝飯昼飯水、お酒飲んだ後にサウナ行くと危険なんで出ていっちゃいけないわけですよね。だから講習が終わってホテルにチェックインします。でその後すぐサウナに入るわけですよ、ね、サウナに入るってことは砂漠をね旅する人みたいなもんですよ、うんうんうん、そこで砂漠をね歩いてきて水飲んだらどうなりますかと、うん、染み渡るじゃないですか、ね、それ僕はビールでやってたわけですよ。しかも喉も渇いてるしね。でサウナ後のご飯ってすごく美味しいので。ああ、なるほどなるほど、はい、だからもういつもよりも、多めにいただいてます。お、多めにいただいてますよと。まあアップペースでね、もうグイ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 と。これは私の命の水ですと。これは私の命の水ですと。ラーメンとか食べちゃったりしてね。ラーメンふだんねやっちゃいけないっていうことをあえてやるみたいな背徳感というかね。背徳感というかね。でもいい気分で宿の下だね。そうそうそう、帰ってね、頭も寝るだけだからと。そこからだ。そこからですよ、悪夢のストーリーが始まったのが。見てるんですねやっぱりね、神様ね。あなたとは違う神が来てたんだね。酒の神がね、酒の神様の方がね、酒の神様の方が知り合いだけどね。そうそうそう、サウナ師に何やってると、
まあね、まあ、の大変だったねって言っても、まあ己が悪いわけですから。まあ悪いはなくない、置いといたとしても、え、このトリガーあったんだと。そうそうそう、それは本当にね伝えたいんですよ。ね、ね、だから今回学会で発表しました。はい、通風サイリウム理論、ね、そう、サイリウム理論、はいはい、本当ね、通風の皆様には、より広く理解をしていただきまして、はい、皆様の通風ライフに役立てていただければと思っております。ね、医学関係の方もどんどんこの理論を使っていただいて構いませんので、はい、ただで名前出す時は僕に一報いただければ、こういうのは特に求めてませんので、よろしくお願いいたします。以上でございます。今日はね、本当に、プレスの皆様お集まりいただきましてありがとうございます。尿酸サイリウムはあります。